栃木山森なり、栃子山森屋、栃木山森屋、1892年2月5日から1959年10月3日は、栃木県下津賀郡赤間村、現、栃木県栃木市藤岡町赤間出身の元、大相撲力士、第27代横綱、本名は、中田森屋、旧姓、横田。1892年2月5日、 まだ寒く、雪が降る栃木県下津川郡赤間村、現、栃木県栃木市藤岡町赤間の農家に長男として生まれる。遅くに誕生した男子だったことで、家を盛り立ててほしいとの願いから森屋と名付けられた。幼少期から家業を手伝いつつ感学塾に通いながら、自宅近所にあった、岩生さ山の石を人力トロッコで渡らせ川へ運ぶ。仕事に従事し、強権な体になる。 17歳で結婚するが、18歳の時に妊娠中だった妻を残して上京し、出羽の海部屋に入門する。歴代横綱の中で自ら志願して、各界入りしたものは非常に珍しい。入門の同期としては、行読によって衰える距離に絶望したとも、親の決めた虚婚者と性格が合わなかったとも言われるが、栃木山自身が入門の経緯を最後まで話さなかったためはっきりしてない。 1911年2月場所に、序の口で、初土俵を踏むと負け知らずのまま番付を上げ、1913年5月場所の幕下まで21連勝を記録した。入幕までに喫した黒星はわずか3の、スピード出世だったにもかかわらず、栃木山の軽量さからではの海からも、ほとんど帰り見られず、幕下に上がった頃稽古場で、あの小さいのえらく強いが、あんなのうちの部屋にいたか。 と言われたという逸話がある。新小結びに昇進した1916年5月場所8日目、当時56連勝中だった立山峰上門を、諸差しから一気に寄り切る主君の星を挙げ、号外が出るなど、東京中が大騒ぎとなった。栃木山は勝利して、花道を引き上げる途中に、背中へ100円紙幣が2枚貼られ、一晩の修儀が1万2000円、当時に達したが、 場所後に仲間を引き連れて合流したためにわずか三日で使い果たしたという。翌1917年1月場所で新戚分け、六勝三敗一九と勝ち越し、大関の大西樹宇一郎が全勝優勝で場所後に横綱昇進し、同じ片屋に大関が不在になってしまうこともあって、同時に大関昇進を果たす。これは2014年現在まで、 同部屋の力士が横綱大関に同時昇進を果たした最後の例になっている。1917年5月場所で大関に、1918年5月場所の横綱昇進を挟んで1919 19年1月場所まで5連覇を達成する。この大関昇進の場所が初優勝で、それから5場所連続優勝を入れて、合計9回の優勝を成し遂げいる。 大関昇進後はほぼすべての場所で優勝争いに加わり、風で途中休場した一場所を除いて9場所で、優勝、6場所で、反省差の優勝時点、残る一場所は、優勝力士との間に、反省差の優勝時点力士を挟ん一勝差の3位、相当だった。1920年5月場所は8勝1分1、よながら、優勝者は9勝1敗の大西樹、翌年、 一月場所も無敗だったが預かり一つの差で、大西樹が優勝している。幕内の勝率は87、878だが、横綱在位中の勝率は、935である。栃木山以降で横綱での最終勝率が9割を超えたものは出ておらず、この安定感を持って、近代最強力士に推見も多い。横綱土俵入りは上げたしこの足を戻す際に、 両足に化粧回しが挟まることが目立っていたようであり、腹が出ていないことでこうなりがちであったという分析も存在する。1924年1月場所から1925年1月場所まで3場所連続優勝の後、次の5月場所直前に突然の引退を表明する。これについては、横綱として3連覇しながら、張り出しのままとされた番付面での不満。 頭髪の衰えを気にしてなどの諸説があるが、本人は力が衰えてから辞めるのは本意ではない。今が花だと思うからとだけ語った。この引退は衰えを感じさせない、鮮やかな引き際として、現在まで横綱のあるべき姿として、よく例に引かれる。しかし、1923年9月1日に発生した関東大震災によって、 国技館が損失するなど総会が苦難の時期にあった当時第一人者の突然の引退にはまだ西の海か二郎三代常の花監視の二横綱が存在していたが栃木さんは二人より圧倒的に強く周囲は誰しも栃木さんの引退には断固反対中にはまだ五年は務まるとの声まであった引退後は養父である木村宗志郎の持ち株であった年より 春日の八代を襲名した。当時は、文家を許さずの不分立があった出羽の海部屋から、例外的に独立を許され、春日の部屋を創立した。不分立の作者、日立山が唯一認めた例外で、養父の名跡を受け継ぐものであると同時に、栃木山自身を人物的に高く評価していたためだった。独立以降も、盛んに出羽の海部屋の稽古場を行き来し、 単なる本家、文家以上の親密な関係を築いていった。1922年に、日立山が没して、後継問題をめぐって紛糾した折には、出羽の海後継の有力候補と見慣れたが、すでに独立を許されている身だからと一番に身を、退いた。引退後の1926年3月から約1年間は、欧米巡優に出発した。 引退後の1925年11月、第1回明治神宮連載報祝全日本、力士選手権大会に、年寄り、カスガノとして出場し、準決勝、決勝と、現役横綱である常野花、西の海か二郎、三代を連覇して優勝を果たした。1931年の第1回第日本相撲選手権にも参加、引退からすでに6年を経過していたことから、 周囲の予想も高くはなかったが自慢の帰力と鋭い、取り口は健在で、大関、玉西木三衛門、関脇、天竜三郎ら現役三役を相次いで破って優勝した。玉西木らには、以前から稽古をつけていて、その取り口を知っていたのではないか、現役力士側に遠慮があったのでないかなどの意見も、あるが、ともかく、栃木さんの引退が衰えによるものではなかったことを、 証明してみせた形だった。また13尺土俵の時代に一時代を築いた、栃木山が現在と同じ15尺土俵でも変わず、強かったという意味でもこの逸話は重要な意味を持つ。1932年1月に起きた、春秋円事件では、取締理人総辞職の後を受けて、教会取締理に就任し、弟弟子である、出羽の海、常の花を補佐した。 カスガノベを創立させた当初は、相模川義信は、横綱間違いなしとも言われたが関脇止まり、しか、島広志騎士もすぐ三役昇進できると言われたが、現役死亡するなど、弟子が育たず困難続きだった。しかし、戦後は土地二式を横綱に昇進させるなど晩年は、賑やかな様相を呈した。このほか、後に幕内を代表する力士へ成長する土地の海、 明良美、栃土地光正幸も、土地に山曾明治の入りである。1952年5月31日には、倉前仮設国技館で赤い綱を締めて、梅雨払いに藤島、立ち持ちに、現役横綱、羽黒山政治を従えて、還暦土俵入りを披露した。1959年10月3日に死去。没後は、政府より相撲開発となる国四島随法省を、 追造されたほか、年寄り、春日野と春日野部ベは、土地西木清高が二枚観察で継承した。立山の繰り出す強烈な突っ張りに対抗して磨いた、出足鋭い押し相撲が最大の特徴である。天竜は、立ち合いに自分が用心していないと、土地儀さんの出足で自分の首に電気が走って痛めるほど遠う。先に述べたような怪力の右手で追っつけられた相手は、 栃木さんの帰り行きで腕がねじ切られるのではないかと思ったという。利き手の左はず押しは栃木さんの18番で右をつけ左はず押しの方になれば盤石だった。右で相手の左ひいちかをつかんでひねり上げてから左を浅く覗かせて返すと腰を割ったまますり足の凄い出足で押す一点張りである。そのすり足によって土俵に土煙が舞い、 勝負の決まった後には、栃木山のすり足によってできた鉄道のレールのような二本の平行線がくっきり残ったという。自身は、相手の回しを取らない代わりに相手にも自身の回しを取らせなかった。もし相手に取られれば必ず切ってから攻めに入った。このように、栃木山は、はず押しの完成者とも言われ、天竜も、相撲の型を完全に身につけた力士は、栃木山が最後だろうと認めるほど、 近代相撲の回想とも評される。幕内で二度以上対戦した力士で通算で、負け越したのは、立山、一勝二敗と二代浅潮、一勝三敗だけで、ある。浅潮には五連覇中で、唯一の黒星をつけられたが、これがなければ、栃木さんは五十四連勝を達成していた。他には、清瀬川慶之助を苦手とし、大関昇進後に、唯一二敗。 六勝しているほか、二分に一余がある。一方で、大鳥谷五郎には滅法強く、初を合わせから二場所連続で金星を奪うなど五勝一敗と、鴨西、三大西の海には三勝一分。大西紀、常の花とは、道芸屋に所属していたことから本場所での対戦は、なかった、稽古での力量差は、歴然だったという。 この両者とは1922年に行われた大阪相撲との合同による第1回国取大相撲出身地別に東西に分かれての対抗戦で対戦し特に9日目の大西樹との全勝同士の取り組みは事実上の優勝決定戦として注目され開催地が大阪ということもあって大阪出身の大西樹に花を持たせるのではないかとの周囲の予想もあったが あっさり押し出しで勝利、先週楽、10日目は常の花も破って、全勝優勝を果たした。押しの速攻は、横綱土俵入りにも現れ、非常に速いものだった。この速さは弟子である土地二式に受け継がれた。19歳ですでに19巻、7 1ラム、20歳で20巻、7 5ム、二21歳では21巻、7 9ラム。 年齢と感目が同じ数字で増えていき、二十七歳で二27巻、キログラムになった。巡業から帰って、稽古型で二十七巻になると稽古量を減らし、場所初日には必ず、二27巻百百三キログラムちょうどに調整する。場所後に一息ついたことで二28巻、キログラムになると、体に汗が溜まったといっては、猛稽古で汗を絞り出し、 体重が27巻を下回れば、稽古量を減らして増量させるなど、本場所中は必ず自己ベストである、27巻500を維持していた。栃木式は、体が小さくても本当に強かった横綱は、自分の見てきた中では3人。師匠である、栃木さん、若野花、千代の富士だけだと、相撲協会理事長を務めていた当時に語っている。体重1 0 3キログラム 27巻500は、歴代横綱でも最軽量で、上記の逸話などから、古兵力士のイメージが強いが、当時は、体重が1 0 0ラム未満の力士が大半であったため、中量級といえるタイプだった。栃木さんの5連覇中に、対戦のあった19人の関取の中で、約半分の9人が9 0ラム台の力士だった。本人は、 小島定時との対談で、現役当時は30巻あれば巨漢力士だったから字が小さいと感じたことはなかったと発言したことがある。しかし、その栃木山も 100kg を超える体重であり、歴代横綱の中で体重が 100kg 未満のものは存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。